カビール人はアルジェリアの北のカバエリアに固有のベルベル人の民族グループでアルジェの100マイル東にあるアトラス山脈に分布。彼らはアルジェリアでベルベル語を話す人口の中で最大であり、北アフリカでは人口が2番目に多い。カビールの多くはアルジェリア内戦、中央アルジェリア政府による文化的抑圧、全体的な産業衰退などの要因の影響を受けて、 アルジェリアから退住彼らのディアスポラは多くの国に住むカビルの人々をもたら大多数のカビル人がフランスに、また少数だがカナダに定住している。カビリアンはカビル・ベルベル語を話す。1980年のベルベル人の春以来、彼らはアルジェリアでのベルベル語の公認の戦いの最前線にいた。マルティヌス・ロビエ、座ったカビラ。 北アフリカのオスマン帝国の統治期間中、カビルは外部の支配から比較的独立していた。彼らは主に3つの異なる王国に住んでいた、クク王国、アイト、アッパス王国、アイトジュバル公国など。この地域は激しい抵抗にもかかわらず、1857年に植民地化され、フランス人へ徐々に引き継がれた。ララファトマエヌ・ソマーのような指導者たちは、 1871年にマクロニーの反乱が起こった後も抵抗をし続けた。ララ・ファットマ・ヌズーマーのタリー化は、フランスの植民地化後1851年から1857年の反乱を導く。フランスの当局者は、より手に負えない部族から多くの土地を没収し、それをピーズのワールとして知られるようになった入植作で付与された。この期間中、 フランス人は多くの逮捕を行い、主にニューカレドニアに強制送還された。フランスの植民地化により、多くのカビルはアルジェリアの内外に移住。時間が経つにつれて、移民労働者がフランスに押し寄せる。1920年代、フランスのアルジェリア人移民労働者は、独立を促進する最初の政党を組織した。メサリー・ホッチ、イマッチ・アマール、SI ・ジラニー。 およびベルコスサ・ムラジェフは1930年代にフランスとアルジェリア全体で急速に強い支持を築きました。彼らは独立したアルジェリアのための戦いに不可欠となった過激派を設立第二次世界大戦後に広まった。アルジェリアが1962年に独立した後、カビリーと中央政府の間で何度か緊張が生じた。 1962年7月、FLN は団結するのではなく分裂。実際、独立に貢献した多くの俳優は力を分け合うことを望んでいたが、アーメド・ベン・ベラが加わったウアリブ・メディエムが指揮する。アルンはその軍事力のために優勢だったという。1963年、ホシーン・アイット・アーメドの FFS 党は、FLN の権威に異議を唱えた。AIT ・アーメドなどが率いる。 中央政府と考えるベンベラが権威で、9月23カイメ回目1963回回 S によって、作成されたホシーム・アイット・アーメドの党は政権に、対して、人々を再編成し、その宣言の数日後、ベンベラは、反乱を抑圧するために、カビリーに軍隊を送る。モハムウェル・ハジ大佐も、モージャヒディンが、本来のように扱われなかったと考えたため、FFS とマキに参加した。 当初、FFS は政府との交渉を望んでいたが、合意に至らなかったため、薪党は武器を取り上げ、民主主義の原則と正義が、システムの一部である限り、その代表者は止めないことを誓う。しかしマハンド・ウェリッチの亡命後、AIT ・アーメドは動きを維持する、可能性を示唆。後に、FLN の政府の正当性を、強化。日九百六十四年4月十六日の会議で、 彼は1964年10月に逮捕された。結果として、1965年の暴動は失敗。なぜなら、それは、ウアリ・ボーメジェネが指揮したアルンの勢力によって、大いに抑圧されたからで1965年、アイット・アーメドは死刑判決を受けたが、後に、ベンベラによって赦免された。約400人の死者が、マキ族であった。 1980年、抗議者は、カベルで数ヶ月のデモを行い、ベルベル語を公用語として認めることを要求。この期間は、ベルベル人の春と呼ばれ1994年から1995年にかけて、カビルは、スクールバックのストライキと呼ばれる学校のボイコットを実施。1998年6月と7月、カシュマ・トゥーブルネイスの暗殺とすべての分野で、 アラビア語の使用を要求する法律の可決の後、暴力的な出来事で抗議した。2001年4月に続く月に、ジェンダー,ームによって若いカビルであるマシニスサゲルマーが殺された後、カビルの中で大きな暴動が発生。同時に、組織化された活動は、アラウシと新伝統的な地方議会を生み出した。カビルが、アブデラジズ・ブルトフリーカ大統領からいくつかの情報を獲得した後、 抗議は徐々に鎮静した。2016年1月6日、摩地とはアルジェリアの憲法でアラビア語と同等の言語として公式に認められた。アルジェリアのカビル集落の地域かビル地域の地理は人々の歴史において重要な役割を果たした。知事王像州とベジャヤ州の混乱な山岳風景は避難所として機能し、ほとんどのカビルの人々は占領下、そこへ逃げた。 彼らは他の文化的影響からこのように隔離して文化遺産を保存することができた。この地域は地元の王朝、またはアルジェリアの現代ナショナリズムと独立戦争を支援。この地域は様々な征服者によって繰り返し占領されていた。ローマ人とビザンチン人は古代の時代に主要道路と谷を制御し山を避けた。イスラム教の広がりの間に アラブ人は平原を支配したが、すべての国土ではなかった。オスマン帝国の影響下にあるアルジェのリージェンシーは、人々に間接的な影響を与えようとした。フランス人は徐々にそして完全にこの地域を征服し、直接の管理を確立した。ジュルジュラチェーンカビリアの地形図。重要なカビル語圏の人口は、アルジェリア州を含む知事王像、ベジャヤとボーイラで大多数であり、 同様に、ブルメデイ、セティフ、ボルジボーアーリッチ、およびジジェルなどに、アルジェはまた、首都の人口の半分以上を占める、カビルが、かなりの人口を抱えている。カビル地域は、アラビア語を話す人々からは、アルカバエルと呼ばれ、フランス語では、カビリーと呼ばれている。その先住民は、それをタムルトイドラル、または、タムルトイクバイリエン、タムルトイクバイリエンと呼ぶ。 アトラス山脈の一部であり、地中海の端に位置している。カビル語か、アフロアジアの家族は、ベルベル語。第二言語と第三言語として、多くの人が、アルジェリアのアラビア語、フランス語、そしてある程度は英語を話す。彼らの歴史では、最初の数世紀の間に、ディフィナグ文字の筆記システムを使用。19世紀の初めから、フランスの影響下で、カビルの知識人は、 ラテン文字を使用し始めた。それは、現代のベルベルラテンアルファベットの基礎であった。アルジェリアの独立後、一部の活動家は古いティフィナ文字を復活させようとした。ティファーナのこの新しいバージョンは、ネオティファナと呼ばれているが、その使用はロゴなどに限定されている。カビル文学は、ラテン文字で書かれ続けている。カビルの人々は主にイスラム教徒であり、少数のキリスト教の少数派。 多くのザウイヤが地域全体に存在。ラーマニーヤは最も多産。カビル出身のカトリック教徒は一般的にフランスに住んでおり、フランス人との根血の結果である。最近、プロテスタントのコミュニティは特に福音派の間で著しい成長を遂げた。この地域の伝統的な経済は樹木園芸と工芸産業に基づいている。山と丘の工作は徐々に 地元の産業にとって変わりつつある。20世紀半ばカビルディアスポラの影響と資金提供によりこの地域で多くの産業が発展。アルジェに次いでこの国で2番目に重要な工業地域になっている。歴史的及び経済的な理由から多くのカビル人は仕事と政治的迫害から逃れるためにフランスに移住している。彼らの数は 現在約100万人。一部の著名なフランス人は完全または部分的にカビル家系。マタルザやアイブターソンなどモロッコのリフの一部の部族はその起源をカビリまでたどることができる。レティ等による研究。知事大沢州からの一つのカビル人口の間の系統の頻度を含む。ありがとうございます。